洋服や和服を着た、明治天皇一家、河西虎次郎が、エペック2 0 0 6にて、ベトナムの民族服青材を着た、各国首脳服飾とは、人がその体の上にまとう衣服や送信狂い、またそれらの組み合わせの様式である。衣装ともいい、また特に装いに注目して、服装とも言う。服飾や服装という用語には、主に二つの用いられ方があり、一つは、衣服。 被服などとほぼ同義で用いられ、もう一つは体と衣服が一体化した姿、またそれらの一定の組み合わせの様式を指す。本校では主に校舎について論じる。服飾は時代、民族、地域、性別、年齢、階級、職業等によって異なり、また着用機会によっても異なる様式が用いられる。それらの様式は近霊や 服装規定やファッション、あるいは民族主義、ナショナリズム等によって強化され、人間社会において多くの服飾の様式は特定の属性や思想等を表現するものとなっている。特に民族服は地域の自己同一性を表し、文化の独自性を強調し、国家の尊厳の源となる。また、通貨儀礼や祝祭、祝日には特別な衣装が着用される場合も多い。 例えば成人式の特別な衣装、新年やクリスマス等の特別の春着等である。服飾は、基本は、自らの立場、状況、また思考に応じた様式が選択されるが、意図的にそれとは違う服飾が着用される場合もある。例えば、自らの立場を隠して活動するための変装、一時的に異なる立場の装いを楽しむ仮装、演劇や舞台芸術における、 紛争等である。仮面舞踏会やキリスト教文化圏における、シャニクサインアメリカ合衆国におけるハロウィン等、特別な衣装として仮装が求められる場合もある。被大したパニエを身につけたマリー・アントワネットの、肖像現代のチアリーダー着物と袴に靴下、革靴を履く東、国主義子服飾は、地域や立場等によって異なるだけでなく、変化していく。 小川康郎は、その変遷の原則を次の20項目にまとめている。環境順応復職は、自然環境や社会環境に順応したものになる。内因優越自然環境や社会環境による外因性の変化の力と、快適性や新規性、美しさ、射死等を求める内因性の変化の力は、しばしば対立し、長期的には内因性の変化が優越する。 優勢支配復職は文化発達の程度が高い集団から低い集団に伝播する。一方で政治的に優勢となった信仰集団は伝統的集団の復職を打倒する。模倣流動から新形式や改変された形式の復職は模倣によって伝播普及し旧来の形式を置き換える。模倣には上位優勢にある集団の模倣、 機能面に着目した模倣、過去の形式のリバイバル、集団心理による追随的な模倣、創意を加味した創造的な模倣等がある。同一集団内で特定の形式が伝承される場合がある一方で、特定の形式が一時的に模倣され、広がる流行もある。集団内の流行は雑誌やテレビなどのメディアによって増幅される。流行した服飾が普及し、 固定すると、社会的強制力を持つ、風俗、慣習となる。進む変換化から、意識的に強制をしなくても復職は、進む変する。また、人間の慣れによって、進む変は、容易に受け入れられる。人為的な急変は、刺激が強すぎるため社会に定着しにくい。逆行変化から複雑化、簡素化、重層化、軽層化、肥大。 縮小等の逆方向の変化が交互に繰り返される。実用的な服飾は、権威を表す等のために装飾が増え、重くなり、形式化し、霊創へとなる。形式的で装飾的な服飾は、窮屈なため簡易的になり、軽装化する。共振反転、特徴的な形態が流行し始めると、集団内の競争により、その形態の変化が急激に進行し極端な形に、 至る。形態の変化は極点に至ると、時に不経済あるいは不健康、不衛生な状態にもなり、批判も起き、流行は反転する。その形態は伝統的復職として温存されたり、元の形式に復帰、退化したり、別の形態へ転換したり、あるいは単に消滅する。憑依脱皮憑依がなくなり、下になったものが表以下する。 形式昇格から簡素な復職が複雑化し、常用の復職が礼装となり、庶民の復職が貴族に取り入れられる。格式低下礼装が簡略化されたり、上流階級の復職を位の人々が着用することで格式が失われる。系列文化から長く使われる形式がだんだん細分化される。同系列でより簡略なものが生まれたり、使用者の階級ごとに分化したり、 用途別に分化したりする。不要対価から始めは実用的な機能のあったものが不要になると退化し、単に装飾として残ったり、省略され、消滅したりする。無縁類度を隔絶した無縁の地域、時代において、自然環境や文化水準の類似、あるいは人間の人体構造や普遍的心理により、よく似た復食が発生する。 性別対立形状や色彩によって性差が表現されるが平和で富裕な時代、あるいは上流貴族の間では性差の対立が大きく、戦乱化や困窮した時代、また仮想庶民の間では対立が小さい傾向がある。その一方で服飾の流行、また機能的な理由から男装を女性が、あるいは女装を男性が借用する性別転換もしばしば起きる。 また、性別の対立を利用した異性層も行われる。融合消化在来の復職に外来の要素が取り込まれ、融合、消化、混成したり、あるいは併存する。停滞残存山間部や離島部など文化の流入が少ない地域には昔からの復職が残ることがある。洋服を現代の復職の主流とするならば、各地の民族服は全て停滞残存の例と、 解釈しうる。孤立乱熟から孤立しかつ安定した環境下で特定の形式が独自に発展し乱熟する。普遍定着復職の流動の中で数十年から数百年の間、復職がほとんど変化せず、風俗として定着することがある。石図型復帰人体の構造、整理、また人間の心理に適応した基本的な復職形式に、 反復的に復帰する。国際動画から交通、通信の発達により、国際的な交流が活発になると、全世界的な復職の共通化が起こる。2006年のブリストルルネサンスフェアで衣装を着た、演者インドの演劇芸術、役者がなで使われる、衣装演劇や映画、テレビドラマ等では、服装は非常に重要な要素である。衣装は、役者が演じる役の年齢、性別、 職業、階級、人柄、さらには演じられる時代、地理的場所、及び日時、季節や天気についての情報さえも与える。また、様式化され誇張された舞台衣装によって人物の性格を強調することも行われる。ありがとうございます。